はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。こちらの YouTube チャンネルでは販売のアイテムのご紹介やリペアの風景、そしてテクニカルなご質問などに対する回答などを掲載しておりますので、もしよろしければチャンネル登録、そして動画の高評価よろしくお願いします。はい、今日もまた販売のアイテムの紹介です。ちょっとボックスの製品が続きます。こちら、ボックスのですね、50周年モデル、2007年に出ました50周年モデルの AC15H1TB というモデルです。これね、2種類展開されて、こう綺麗なねマホガニーのキャビネットと、このトーレックスの仕上げと2種類ありました。TB っていうのはこのねフロントの処理がテレビみたいだから、まあいわゆる TB フロントなんてフェンダーのツイードの頃なんかにもありますけどね、そういった処理ですね。でこれプリアンプがですね2系統ありまして、EF86 が搭載された、シンプルなトーンのスイッチの切り替えのチャンネルと、そしていわゆるボックス伝統のトップブーストのチャンネル。これね、言ってしまうとマッチレス DC30 ってボックスの AC30 をモチーフにしてるんですけれども、それの原型となったものをこうちょっとオマージュしたような感じなんですね。で、まあ言ってしまうとこう立場がちょっと逆転しちゃってるんですけれども、ボックスがちょっとこれマッチレス意識したのかなっていうような感じになっています。で結構うちのお客さんとかでも DC30 は欲しいんだけれども大きいし予算的にもなんていう方には結構これ勧めてます。マッチレスとはまたちょっと音違いますけれども、とても魅力あるトーンだと思います。さあそのトーンに迫ってみましょう。では弾いてみましょう。でしたでしょうか。結構ねクランチ絶妙な感じでいいと思います。すごいかっこいい音出るなと思います。音量もね 15W ではありますけれども、よっぽどですね周りの楽器が大きくなければ、音が大きくなければですね、全然やっていける音量、むしろ下手したらギターの音量下げてよって言われちゃうようなレベルかもしれません。まあそんなわけでね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。